どうも、ダブルエドガイデワと言います。よろしくお願いします。いや、僕ですね、テレビ番組のサスケが大好きでして、で、今度、7月に放送予定ということなんですけれども、サスケの創造主、乾さんがですね、ツイートで新しいエリアを紹介してくれてまして、それのね、話をしていきたいなっていうことなんですけれども、まず第1エリアと第2エリア、ここがですね、直結しました。これいいね。第1エリアは、クワッドステップスっていうエリアでございまして。これね、これまで日本のサスケで最初のエリアといったら、5段飛びってありますけれども、その5段飛びの一つ一つの幅が広くなってるんですよ。それで、さらにこの池の幅も広くなってるんで、うまくジャンプをしていかないといけない。そして、これまでの5段飛びみたいに、一歩ずつでジャンプすると、並大抵の人では行くことができないんですね。大変なエリアです。もうアメリカの方だと、こう一歩ごとにこう、端にね、しがみついて次の飛び石ジャンプ、しがみついて次ジャンプっていうふうにやっていくような、そんな労力を使うエリアなんですよ。しかもそれだけじゃないんです。日本のサスケはやはり世界一難しい。このクワッドステップスの最後の飛び石の向こう側に次のエリアがもうあるんですよ。それがローリングヒルというエリアですね。去年もね、第一エリアで猛威を振るっていた3割ぐらい落ちてたらしいですけれども、そんなエリアがここで登場というわけです。飛び石じゃないですか。ここから初速ゼロでジャンプして、前後に動くね、ローラーの上に足を置くことになるわけだから、かなりね、バランス感覚を要求されるわけですね。このローラーとローラーの間にさ、つま先を入れるような感覚でいかないと、もうあっという間にローラーの餌食ですよ。転がって池に落ちてしまうというね、そういうエリアなんですけれども、これが連続して登場するということは、1エリア目でクワッドステップスを勢いよく行ってそのまま飛びつくのか、それとも1エリア目の最後の飛び石で一旦止まってじっくり行くのか。これによって成功失敗大きく変わってくると思うんです。しかもね、海外の忍者ウォリアと違って日本のサスケは制限時間がある。ここがポイントですね。新しいエリアです。タイファイターというエリアでございまして、これがね、もうね、形からしてスターウォーズのあのタイファイターなんですけれども、ちゃんとこれスターウォーズ側にネーミングの許諾取ってるんですね。面白いですね。この二つの板の間にスパイダーウォークみたいな感じです。バンと張り付いて、そして坂をスーッと下っていく途中に段差があるから、その衝撃に耐えないといけないというエリアですよ。これ、イギリスかな？どっかの忍者ウォリアで、なんか似たようなエリアはありましたけど、それよりもはるかにね、衝撃が強いイメージがあります。すごいね、日本の考えることは。うん。素晴らしい。しかし、1エリア目、2エリア目、3エリア目とね、とんでもない連続できてます。で、これまではジャンプハング、トランポリン使って、ね、捕まるっていうエリアでしたけれども、今回は、それだけじゃないんですよ。ジャンプして、まずはバーに捕まる。で、バーに捕まったら、そのバーがスーッと空中ブランコのようにね、動く。昔、ジャイアントスイングってエリアありましたけども、あの感じですね。バーがこう振り子状にブーンと動くので、その勢いで、向かい側にあるサンドバッグに捕まって、さらにそのサンドバッグもまた前後に動くんです。振り子状にブーンと動くので、さらにその勢いで対岸に着くと。これ勢い足りなくなったら、これ多分自分で漕ぐことも可能なんでしょうけれども、実物まだ見てないんでわかんないですけれどね。で、このエリアです。実はね、アメリカの今年の忍者ウォリアーの予選コースにもあるんです。これびっくりしちゃってさ、全部完全に同じじゃないですよ。アメリカ版は最初空中ブランコなんです。ブランコからのサンドバッグだったんですけど、日本の場合はトランポリンからジャイアントスイングからのサンドバッグなんで、倍は難しいかな。本当にこれテストしてるのかなとかね、ちょっと心配になるぐらいの難しいエリアだと思うんですけど。